はい、こんにちは、森下です。チクチクするからニットが苦手とか、とにかく着心地のいいニットが欲しいっていう方におすすめなのは、やっぱりカシミヤなんですけども、カシミヤって、触るからにすげえいいそうだなっていうのは分かるんだけど、めちゃくちゃ値段が高いんですよね。ここ最近さらに値段が上がってきてます。で、今回ね、ご紹介したいのは、カシミヤを使いながらも、結構お手軽に手に入れられるんじゃないというアイテムです。それでは行きましょう。Let's get started! 今回ね、紹介したいのは、フィリッポ・でローレンティスというブランドです。これね、2012年に立ち上がったブランドで、比較的若いブランドなんですね。カルミネさんとフィリッポさんっていう二人の方が立ち上げたブランド。古典的なね、ニットウェアの手法を用いたっていう、カルミネさんがすごくそこら辺の経験値が高くて、ノウハウを持っていてですね。フィリッポさんが結構若いらしくて、モダンな感性を取り入れてっていう二人の感性で作り上げられているブランド。それがこのフィリッポ・でローレンティスなんですね。僕から見たフィリッポ・でローレンティスの特徴的なところは、 まずねこの名前がめちゃくちゃ生かしてるとこれ何回も言ってますけどフィリッポ・デ・ローレンティスですよなんかめちゃくちゃかっこいいですよね言うだけで気持ちいいということで着てた時にそのニットどこのってったフィリッポ・デ・ローレンティスだよみたいなことが言えるっていうのが一つメリットですかね冗談をした時2つ目がこのニットね僕もそのジェディアの今バイ,イングやってる中でニットはどうしてもブランド数が増えちゃってて困ってるんだけど絞ろうと思ったけど絞りきれないのでもう諦めましたっていうことを言ったと思うんですけどもその中でも一番回答を出してきてるのがこのフィリッポ・デ・ローレンティスかなと思うんですねバイングする時 もそうですし、ブランドが立ち上がる時もそうなんですが、既存のマーケットにいっぱいプレイヤーがいる中にこうやって出ていくわけですよね。フィリポテロレンディスも2012年ですから、もうそういう意味だとクルチュアにザノーネジョンスメドルモアって、いろんなニットブランドの歴史ある競合ブランドがいっぱいある中で、わずか10年前に立ち上がっているわけですよね。その中での生存戦略みたいなものをしっかり考えなきゃいけないということができてるなというブランドなんですね。伝統あるブランドの中、生き残るってすっごい難しいんですよ。特にニットの場合だとものすごい。 オーバーサイズにロゴがバーンと入ったものだったりとか、ものすごいカシミヤとかヤクとか高級素材ばっかり使っている。高級素材ニットーレースみたいな。そういうアプローチになっちゃうんですよね。僕的にはあんまりそういうの興味なくてですね。だったらザノネクルチャネルで良くないみたいな感じになっちゃうので、たまにデザインコンシャスでこのデザインいいねっ。つって買うことはあっても、ブランドとしてわざわざがっちり提案しようとは思わなかったりするわけなんですが、このフィリッポデロレンィスはね。入り込み方が非常に上手かったです。さっきみたいな上級素材ってのとかなりこうニッチなマーケットになってしまいますし、僕らみたいな。普通にサラリーマン。 ご飯食べてる人たちにはちょっと値段が高すぎて買えないよみたいなものになったりとかあとデザインが奇抜すぎるよみたいになってしまうんですが彼らはそういう僕らが着てる普通の洋服に馴染みやすいんだけどひと味違いますみたいなものを出してきてるんですね多分皆さんそういうのを詳しい方は名前を聞くことも多くなってきてると思うんですね今ぐいぐい伸びてるブランドなのでその辺り今日はちょっと探っていきたいと思います。 まずね、彼らが最も上手だなぁと思うのは、カシミヤを使ったコレクションで、カシミヤ100%ではないんだけど、これなんかだと10%しかカシミヤ使ってないんですが、カシミヤをうまく取り入れて、高級感を見せながらも手頃な価格で提案するというアイテムがあってですね、これが一番やっぱり伸びてるところになってます。混合具合がすごくうまくてですね、こちらね、実はカシミヤテンパー入ってるんですが、プラスでシルクが20%入ってるんです。なので、多分こうやって見るだけでも、ちょっと光沢感があるのわかりますかねジョンスメとかあの辺の辺 30ゲージ普通細番手ってハイゲージってると24ゲージとかもありますけどもあの辺りになるとこれぐらいの光沢感とかテロミみたいのがあるんですけどもこれ実は18ゲージなんだけどもこれだけのこうテロミを出してくれてるんですね30ゲージに負けないぐらい高級感があるという感じなので18ゲージというゲージ数も相まってですね使いやすいし高級感があるよっていう感じの雰囲気に仕上がってますあとは値段がね結構お手頃になってるという感じでしょうか前30ゲージのドルマアの時とかの紹介の時に真、まあ、冬だと温かみはあんまりじゃ 10ゲージにちょっとあったか,かいというかなのでこの真冬とかでもジャケットスタイルのインナーに使った時とかに寒くならないで着られる絶妙なゲージ数ということで冬でも使えるっていうのは魅力だと思いますクルーネックとねタートルがあるのでまずはクルーネックでこんな感じですこれブラウンを着てるんですけどもこれネイビーと合わせてアズロイマローネですねこの組み合わせ最高にかっこいいと思うんですけどもこのブラウンのね高級感あるというかテロッとした感じ 光沢感感ある感じとネイビーのの相性っていいいうのはすごくいいで、すよねでさらに、さっき言ったレザーのインナーとして着るみたいな感じだとこんな感じです。高級レザーのインナーになりきるか問題って結構あると思うんですが、こういったちょっとテロミと高級感があるもの着ちゃうと、もう抜け目ないスタイルが完成するかなと思います。あとね、こういうドレススタイルで着るのもいいんですけども、一方でこんな感じです。カジュアルアップでロンティー代わりに使うっていう使い方ですね。今シーズンだとあれですけども、例えばこういうジョガーパンツみたいなものの上をカット層でもいいんだけど、こういったテロミのある2 持ってきてきあげげるると一気にかげスタイルが完成するのでこういった時に使ってあげたりとかですねあとはこんな感じでオーバーコートとか着てあげるって感じですかね今だと室内は暑いぐらいなんだけど外出ると寒いなんて時があってですねそこに適応するためにはこれぐらい薄手なものを中に着ておいてでもアウターも思いっきりあったかいダウンとか着ちゃうみたいなやり方って結構実用的だと思うんですねそういった時にあんまりゲージ数が低くないローゲージじゃないこれぐらいの18ゲージのものを着てあげると結構こうカジュアル感も薄まるけどもかっこいいみたいな感じ の着こなしがでできるかとと思いますすあとタートルですねこんな感じですティートトアレグリッのスーツと合わせていますこんな感じでスーツとかと合わせるときこういう冬のね素材だと少しこう素材感のあるものなんでちょっと安っぽいニットだったりとか逆に周りにもこうモワモワしたニットだと合いにくいんですけどもこれぐらいの芸術とこれぐらいのテロミがある感じだと艶っぽく仕上がるかなという感じですであとまあ白いパンツと合わせてっていうのもかっこいいですよねこれジャケットを羽織ってあげてこれもティートのジャケットですかね羽織ってあげてこんな感じとか あとは京都のインナーですかね京都のインナーに来て京都がちょっとねローゲージのもわっとしたイメージもあるのでその中にさらっとこうツヤっぽく着てあげるというのもいいですしさらにこうダウンベスト合わせてあげてっていうのもいいですよね。 あとは黒のタートルですね。黒のタートルもちょっとこう写真とか動画で見ると分かりにくいかもしれないんですけども、近くで見るとですね、ものすごい光沢感というか高級感があるので、やっぱり普通の黒のニット使うよりもいいもの着てるなっていう雰囲気漂いますんで、この辺もおすすめです。例えばコーディロイのジャケットを合わせてあげてこんな感じだったりとか、ヘルロのジレですね。で合わせてあげてっていう感じですか。 あと面白いのが、さっきもカジュアルアップで使いましょうって話しましたけど、こういう G ージャンとかと合わせてあげるってやり方もあるかなと思います。これ G ニックの G ージャンってちょっとジャケットっぽい雰囲気があるので、大人が着てもね、かっこよく決まる G ージャンなんですが、こういったものだと中にカット素着りよりも、例えばこういうニット合わせてあげた方が、しかもこれドレスパンツですよね、下がね。っていうのでやってあげてもすごくかっこよく決まるかなっていう感じで使うこともできます。 はい。次がですね、こちら7ゲージの、こちらもね、カシミヤコンなんですね。こちらさすがにシルクは入ってないんですけども、あと多分、ウールの90%のも結構いいやつ使ってるのと、あと仕上げをね、カシミヤっぽくしてあげてんのかなっていう感じで、触った時に、俺これカシミヤスカっていう風に騙されそうな感じになる風合いになってます。これ触った時すっごい柔らかいんですよね。これも7ゲージっていうゲージ数なんですね。血ちが取り扱いになるもんだと、大体がですね、30ゲージ、24ゲージとハイゲージの次が12ゲージぐらいのセーター感覚なものになって、その次が5ゲージっていうローゲージになる ですねそれがこれ7ゲージっていうことでちょうど中間ぐらいちょっと隙間を狙ってくるんだなーっていうのが面白かったんですけども5ゲージっていうと京都とか座能音の本当のローゲージですねしっかり目が詰まった5ゲージとその12ゲージでうとちょっとセーターですよねっていうもののちょうど中間っていうことであったかいんだけど本当のローゲージほど重たくないっていう感じで結構気楽に使える感じなんですよねでこの辺りがすごく設定がうまいなというふうに思いましたでやっぱりカシミヤね独特のちょっとこのもちもち感みたいなのも非常にこう10%だけど表現できて。 あとねこの触り心地がめちゃくちゃいいですチクチク感がないんですねクルーネックとタートルネックがあるんですけどもタートルネック今僕着てたチクチク感がすごい少ないんですよないんですって言っちゃうとクレームになっちゃうんで言えないんですけども消費者庁あたりがガッツンくるんで多分普通のウールのタートルネックに比べたらもう圧倒的にチクチク感もないと思ってもらっていいと思うのでチクチク感がすごく苦手だなって方はフィリッポのカシミアコンのラインっていうのは非常におすすめですでこの7ゲージの方ねちょっと立ち上がり早々結構物が動いちゃったのであんまりもう物ない か来年もあるんでご紹介していきたいんですがまずクルーネックですねこんな感じですザノーレの5ゲージってなるともうちょっと寒いって思う時しか着れないっていう感じあるんですけど7ゲージぐらいだとちょっと寒いかなぐらいの時でも全然使えちゃうんですねだからその分まあまあ幅広く使えそうすっげー寒いなって時でもまあまあ耐えてくれるみたいな中途半端なところがね逆に使いやすそうだなというふうに感じますであとタートルの方ですねこんな感じですローゲージにレザーってなると結構モサッとした感じになりがちなんですが絶妙なテロ感と目のちょっと薄 さっていうところでギリギリツヤ感クラス感を保ってる感じで使えるっていうのが非常に使いやすいなというふうに思います。あとは黒ですね。今回紹介したフィリッポデ・ローレンティスのカシミヤコンに関して黒はね、なんか他のニットと見た目が変わらないんであんまりこう魅力的に映らないと思うんですがやっぱり着心地がすごく違うのと近くで見た時の雰囲気は全然違うんですよね。すごくこう光ってて光沢感あって満足度は非常に高いです。あとさっき言ったチクチク感が少ないという感じですかね。で、例えばこんな感じでネイビーのパンツに合わせてあげて シックに決めてもで、すすねここの上の上やつがが本当にに高級感ああるから全然こうシンプルな雑なな雑コーーディネートにあんままり見えいいと思いますで加えてやっぱりちょっとおしゃれにしたいんだったらこういうチェックジャケット。これチルコロのジャージジャケットですね。これもジャージなんでビュンビュン伸びるんでめちゃくちゃ着心地いいんですけども、シンプルコーデの上にチェックのジャケットをサッと1枚だけ羽織ってあげるというスタイリングはすごくかっこいいんじゃないかなと思います。で、あと真冬だったらその上にヘルノのね、こういうダウンジャケットを着てあげて、ダウンコートですね、着てあげて、で、中のチェックをちらっと見せてあげるというところにポイント 置いてあげると非常にこうシックなんだけどおしゃれに決まるっていう感じですかね中に着てるタートルがいいものを着てるとこういったスタイルってはまりやすいのでフィリッポ・ローレンツおすすめしたいと思います で最後にね、こちら。12ゲージのカシミアコンのスウェットライクニットですね。これはあの、去年のインスタグラムで僕展示会報告っていうのをちょろちょろやってた時にも紹介して、めちゃめちゃ気に入ったやつなんで3色ね、オーダーしてきたやつなんですが、これもね、非常によく売れました。これ12ゲージで、ゲージ数で言うとね、結構他のブランドにもあるゲージ数なんですが、もちろんカシミアコンっていうところも一つポイントなんですが、あとデザインがね、ちょっとスウェットっぽいデザインになってるんですね。ちょっとカジュアル感のあるデザインにな。ってこれがね、非常にオシャレでした。スウェットライクのニットなんで、もちろんデニムとか、 カジュアルコーデでも使えるんですけども個人的にはあえてドレスパンツと合わせて外しで使いたいなーなんて思ったんでこんな感じですかねまずはジャブスアルキビオと合わせてこれベージュにヘルノのジレ。 ですね、で次がですねこれなんかはもう本当に展示会の時にやりたいなと思ってたやつなんですけどもあえてネクタイをした上に着るっていう感じですかねネクタイの上にカレッジのスウェットを着るとかっていうのって結構ラギット系のファッションではあるじゃないですかただあれやっちゃうと僕らのおやからするとなかなかやりにくいんですけども少しだけそのテイストを入れた感じでスウェットっぽいものをちょっと羽織ってあげるっていうだけでちょっと崩した感が出ておしゃれに見えるのでいいかなっていう感じでこんな感じですかねこれ普通のニットでもいいんですけどもそうするとなんか全体がこうキメキメになりすぎちゃって りだなっていうふうになりがちなので少しだけニットの形を変えてあげるというやり方ですかねこれジャケット着てもこんな感じで非常にかっこいいかなと思いますあとはもうシンプルに血のパンとかと合わせてあげるって感じですかねこれもすごいやっぱりニットがね少しカジュアル感あるデザインなんでかっこいいですよねあとは白パンに合わせてベージュでえっあとは白パンに合わせてベージュでジャケット着てあげるという感じだったり あとは G ジャン合わせですね。こういうカジュアルスタイルでも全然問題なく決まるという感じなので、デザインがちょっとスウェットライクになってるだけで、こんだけ幅広く使いやすいっていうのは魅力の一つかなと思いました。という感じでね、今日はフィリッポレ・ローレンツのカシミアコンシリーズをと紹介したわけなんですが、実はね、カシミアコンのコットンなんていうのもありまして、こんな感じの白のやつですね。があったりしますが、この辺はね、ちょっとね、僕が着用を忘れちゃったので今日は紹介できないんですけども、非常にこれもいいもんだと思いますので、今はね、ちょっとまだ使えないので、春の立ち上がりに向けてって方であればお買い得かなと思いますので、ぜひ。 チェックしてみてみください先ほども言いましたように、フィリッポ・デ・ロレンツはやっぱり非常に他のニット屋さんとはもう明確に違うものづくりっていうのが非常に上手なんですね。今結構いろいろベーシックなニット屋もうも集まったなっていう方で、少しちょっと変化球欲しいなって方だったりとか、あとは着心地をね、少し重視したものを選びしてみたいななんて方は、このフィリッポ・デ・ロレンツをね、ちょっとチェックしてみると、また面白いもの見つかるかなと思いますんで、ぜひ見てみてほしいと思います。はい。というわけで今日の動画は以上となります。いいねと思った方は、いいねの方と、あとチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。 あと、インスタグラムもやってます。インスタグラムでも、こういったスタイルの紹介をね、いろいろやってますので、ぜひ、えっ、ー、と、ォローの方、お願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。森氏でした。バイバイ。 はい、最近ね YouTube コメント絶対返せじゃなくて本当申し訳ないなと思ってるんですけども今もう展示会シーズンでまあ皆さんご存知だと思うんですが展示会シーズンって年に4回あってそのシーズンその期間は僕も本当にもう土日もなくずっと働いてるのでちょっとなんかコメントに返そうかなとは思うんですけどもなかなか返せない状況が続いておりますあの全部目を通しておりますのでぜひコメントを頂きたいと思うんですけどもあのまたちょっと時間を置いて遅くなりますがなるべく返すようにしていきますで今展示会ちょうど回っててあの展示会報告なんかもねちょっと年 けけぐらいかなに1回出そうかなな回そううとと思っってるんんでですすどもままあ、こう傾向がやっぱりありますんであのちょっとその辺のところをご報告していこうかなと思うんですけどもあのフィリップ・ロロジスはね一番残念だったのはカシメアコンのスウェットライクがねなくなりましたねやっぱりねこれ多分去年出た時に多分なくなるだろうなと思ったんですね自分は来てすっごいかっこいいなと思ったんですけど多分そんな万人受けするものじゃないので、まあ、そういったもんってやっぱ翌シーズンなくなるんですよねでもなんかうまく人気がハマってくれて今年もあればいいなぁと思ってこう追加 オーダーダすする気満々でで行ったんですけどもなくなっってててその代わりに出てきたやつがちょっとこうやっっぱラグラグンになっちゃってたんですよねもうちょっとスウェットっぽいって言うんですかラグランスリーブでラグランのところも少しこう特徴的にこう網目が見えてるみたいなものになっててそこまでいっちゃうとちょっとスウェットっぽすぎるんだよなみたいな感じの残念感が僕の中ではちょっとそれはもうオーダーやめたのでこのスウェットライカはもう今季で一旦は終了という形なので今あるものは僕もね実は2色買おうかなと思ったんですよね1色はもう手に入れたんですけどだけどこれ絶対すごいいいなと思って。 だからもう2色はちょっと我慢して皆さんのために今多少ほもう数少ないですけど一応取ってあるので見てみてほしいなと思いますあとねあのフィリップロレンスのコハシミオシリーズはめちゃくちゃやっぱりいいので来年もっとオーダー数増やしてますのでお楽しみにという感じです